お酒を飲みたくなる一冊、ランチ酒、原田彦。 SNS で人気の作品、やっと読めた、これはいい、噂通りのいい作品だった。主人公のバツイチ女性が見守り屋という夜に個人宅に行って、子供や老人やペットたちを相手にして話を聞いたりお世話をしたりする仕事をやっている。依頼人はちょっと訳ありの人が多く、それぞれの事情が切ない感じがしてくる。そして主人公の女性も離婚したため子供と一緒に暮らせない事情があり、こちらも切なさがある。それでもうまく心情に沿った流れで見守り屋という仕事が完結している。でもそれでは切ないだけのいい小説なのだけれど、それをうまく中和させるようにランチとお酒が出てくる。美味しいご飯に美味しいお酒が出てきて、実際にそのお店に行きたくなってしまうような美味しさ感がある。いいバランスでストーリーがまとまっている。続編もあるという。ぜひとも読んでみたいと思う。では内容紹介から。犬森翔子、バツイチ、アラサー、職業は見守り屋、営業時間は夜から朝まで。さまざまな事情を抱える客からの依頼で、人やペットなどとにかく頼まれたものを熱の番で見守る。そんな翔子の唯一の贅沢は夜勤明けの晩酌ならぬランチ酒。別れた夫の元で暮らす愛娘の幸せを願いながら、束の間最高のランチと酒に癒される。腹の底から生きる力が湧いてくる絶品五つ星小説、ランチ酒、原田彦。読んでない人はぜひ読んでね。